最近何を使うことがあるんですか？パチスロだとなんだろう。いや決まってないっすね。その場で何が多いとかないですか？ジャグラー多いですけど。いや、ジャグラーか。僕最近グランベルムが。おお。ちょっと面白くないですか？なんか面白いって言いますね。ま、すんげえゲーム性が。調子いい時には面白いけど。通常時は割と我慢ゲー。どういうところが面白い？ベルが揃えば。偉いベルが揃えばポイントになって、それを目指すゲームなんですね、うん、上手にやれてる時の。でもベル揃えればってあれですよ、コントラストよ、コントラ。そうそうまあそれ言ったら、まあ、絶対それ言うんだけど、俺だってそうだよ。 それ受けマンボウもベル。いや戦国嵐だって。そうだもん、戦国嵐だって。それマン、それマンもそうよ。コントラ、それマン。なんだろう、古いんだよ、ね、コントラ誰も覚えてないよ本当に。5号機だよね、確かね。コントラの6、119とかありましたよね。この業界でコントラの話してるのあなただけだよ、この十数年で。そうね、コントラがどう。他で聞いたことないね、一回もないですし、ね、これコントラ6を打ったことあります。知らないよ、そんな6打ったことあるんだ。出たもん、やっぱり119%にふさわしい。すげえ負けましたそ, う、ね、そうなんだ、覚えてる。そうですか、そうですか。やっぱでもジャグラーは打つことが、ジャグラー打つこと多いですね。あ、やっぱりその単語を出しちゃったね、向こうからすごいすごい睨みが、あ、視線が、あ、もうサングラスの横からギラって。おめえ何語ってんの。あー、来た、やばい、怖い。何なんでしたっけ、自称。僕9段です。え、じゃあ、うわ、それ急にだって、あれ、それ前一緒にいる時に言った、はい、え、それは冗談で言ってんですか、本気で言ってんですかって言われたよねあった。いや、本気も本気、大本気です。さあ、そんな、はい、あの自称ジャグラー球団、はい、いいんですか、言えますか、このゲストをお迎えしても。まあ、ギリギリ言えるから。じゃあその奥さんからして、その今回のゲストは何段ですか、うん、あ、もう格上です。10段。あ、もう家元です。じゃ、家元10段で、あんた9段なんですか。ギリギリっす僕の正直心の師匠、ね、あ、なるほど。さあ、ですね、心の師匠をお迎えしました、はい、今回のゲストはこの方です。はい、北海道在住のパチスロライターガリゾーと申します。よろしくお願いします。お願いします。ついに来ていただきましたよ。明日マサトも一緒なんですけど。マジですか。また教えるの、木村君にパチスロ。そんなちょっと教えるっていう感じじゃない。教える、まあ、問題児木村ね、はい、教わる時もありますし、はい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 、仲良さそうにやってますよね、うん、ありがたいです。いや、何にでもロジカルに答えるから偉いなって思って、あの動画見てて。 ありがとうございます、うん、割と無理難題に近いこと言うじゃないですか。そうですね、はい、イラッとしない。いや、なんか学ぶことの方が多いですね。いや、絶対違う。今日はちょっとこれ時間かけてその心を解きほぐさないとねガリアンの本当にそう思ってるの。思ってます。なんでこんな台打たなきゃいけねえんだよってしょっちゅうあるでしょ。いや、むしろこの人と一緒に、あの木村さんと一緒じゃなかったら打つ機会のない、うん、わかる、ところそれはある。はい、なので、でもそれでガン負けした時マジでもうやり場のない怒りが、はい、ジャグラー打ってりゃ勝てんのにみたいな。あの一個ですけど、あの収録で負けて、あのギャンギャン言ってんのあんただけ嫌ですよそんな。いや、それ嫌ですよ、みんな負けるの嫌ですけど、そんなギャンギャン言って嫌だよ。額が違うもん。まあまあまあ、こっちの世界の人、はい、これ3対1よ、はい、今日は、はい、そうでしょ。こっちはもう、あの穏やかなの好きじゃん、アマデジとかも好きでしょ。あ、そうね、穏やかな台の方が俺は好きだね。J 好きでしょ、はい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 、こっちはもう全然違いますね。はいはいはい。あ、でもその場では全然ですね、後からちょっとあれ、なんでこんなにお財布のお金少ないんだろうって思う時ありますけど。あるでしょ、はい、あるでしょ。ただやっぱりあの今日のこの場もそうなんですけど、うん、その一緒にやらせてもらってる時って、私もともと三大攻略士出身じゃないので、はいはいはい、三大攻略士の方々への何でしょうね、憧れみたいなのがあるので。やっぱあるんですね、世代的にもそうですよね、はい、なのでやっぱりこう一緒に出させてもらってる時はちょっと高揚感で、そのなんでしょうね、投資があまり気になってない。なるほど、っていうのがありますね。はいはい、もう今これご覧になってる方、三大攻略誌って何のことか分かんない。もう分かんない。そうですか。もう分かんないです。だってグラビア雑誌じゃないですか。うん、まあガイドは、だって他は、うん、まあ
マガジンがないわけじゃないですか。ないですね。ってなったら、あ確かに今もう20代、30代ギリ分かる方も。はギリギリ。30代後半ならまあなんとか。じゃあもう三大コレクト自体が死後ってことですかもう。に近いと思いますよ。認知してる人は少ないと思うんですね、認識か。うん、でも聞きたいことはたくさんある。俺はもう普段、まあ今お仕事をしてるんで、結構こう会話、はい。一つ聞きたいのが、はい、すごいこの業界で唯一と言っていいぐらい特殊なスケジュールの組み方されるじゃないですか。1ヶ月休んで、1ヶ月働くみたいな。はい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 。それって自分で調整してるんですか、はい、そうですそうです。年のうち、はい、なんか決めてんの偶数月はどう？そうですね。うん、じゃあ6ヶ月お休みがあるってこと？そうですそうです。でしょ、はい、まるまる仕事しないんですか、はい、しないしないです。で、打ってんでしょ？あ、書き物の仕事、家でやれる仕事は やりますけども。それは北海道？そうですそうです。内藤さんスケジュールって1ヶ月、まあ、北海道から出て、うん、いろんなところで仕事して、うんうんで1ヶ月北海道戻って、うん、その自分で稼働してっていうのを、うんまあ、やってるじゃないですか、うん、その交互にだけどこっちにいる間も東京とかって仕事をしてる間も夜むちゃくちゃ原稿書いてるんですよだって抱えてる本数がやばいもん聞いて、そんなやってるんですかっていうぐらい書いてるんですか今、月火金で、週1の記事を書いてかせてもらってまして、ああ結構大変。でそれ以外にもガイドワークスさんのソロマンという始まりました。はい、漫画の原案とかあとは、不定期でマガジンさんのジャグラーコラム書かせてもらったりとかですね。いやだから、誰よりも書いてますよ。すごい。ほう、すごいすごい。何書くの？週刊でコラム3本やってるわけでしょ？そうですそうです。え、何めちゃくちゃ書くことなくなるよ、うん、あっという間になくなるそうですね。だからまあ、うん、でも、まあ、昔の話とか、まあ、今打ってみた感想とかあと実践、はいはいはい、私それこそ半年丸々1ヶ月おきに休んでるので、はい、その休んでる月っていうのはまあ大体稼働しててその稼働してればやっぱりいくらでも書くことは、うん、ああそっかそっかそっか、そのまあ実践そこでネタを集めるっていう、はい、あでもすごいな。それはじゃあ昔から変わってないですね。あのブログの時代からあのコンドルの実践記をね、はいはい、それこそこの番組で私も見させていただきましたよ。あの、はい、沖さんがその今から24年ぐらい前に、はい、そのメールをいただいたっていう話を、あそう、ガリゾーさんにガイド仕事興味ないですかって僕は副編の時に言って、あそうなんだ、連絡したら一切帰ってこなくて完全に無視されてやりましたね。いや私本当に当時はねメールじゃなくてブログの中のコメント欄のね、ああそうなんだ、よくあの企業にコメント、お問い合わせはこちらっていうコメントフォームみたいなので、それがねバグってガリアンのとこに届いてなかったんじゃないかな。いやあ明確に覚えてないですよね。だから多分見てなかったのかもしれないですね。ああそうそう、こういうとこに雑誌デビューのきっかけって伊藤新さんなの？いや違います、まあ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 、まあ、ちゃんと聞きます断片的に飛び石に聞かずに順応っていきましょうよ。あなるほど、そうねそうね、いいねいいね。じゃあどっから行きますよ、まあ、生まれから生まれから生まれから木村君と同い年でしょ？同い年です。あ完全にためなんだ。71年の早生まれ。はい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 。あちょっと今このいつもその見てる空気に慣れるのにちょっと時間がかかりますね。まあまあ。じゃあやめます。はい。やめます。いや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 。なんかやな。大丈夫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 です。北海道はどこの出身なんですか？まあ、うちの父親が警察官なので、はい、生まれたところは、砂川市立病院というところなんですけども、砂川というところなんですけども、あんまり2年に1回ぐらい転勤していくので、ああそうです、なので、まあ、小学校だけでも3つ行ってますし、ここ生まれです出身ですっていうのはあんまりないですね。へー、あそうなんですね、はい、じゃあいろんなとこ北海道の中のいろんなとこ、そうです、北海道警察なので、なので広いよね北海道だと、ね、広いかめちゃめちゃ広いです ねとも日本の 22% は北海道ですからね。やっぱ北海道の人そういうの調べる、いやそうなのよねいかに広いかっていうのがステータスなんでしょ、うん、多分先に言って言われてるじゃないですか。でも 22% だって知らなかったよそんなの、うん、約じゃあ5分の1が北海道なんですね。そうですね、はい、そうです、はい、そこでいろいろ転々として、うん、それは北方領土も含まれるんですか
もう政治の話はいいから生まれですか。いやいや知らないですまあまあ、いやあんまりこれそうねでもこれ振りくくるあましてこんな話したことないよこの場で俺しょうがない派だから、はい、しょうがない派、もう何言ってもしょうがない、別にだってしょうがないじゃないお前来ました、はい来ましたはい、いただきましたね。そう、それで北海道あんま面白くないですか。大丈夫です、すみません、あんま面白くなかった。全然笑ってない、全然笑ってない、さっきから。すみません、いや俺あんまつまんないですかこの番組もうやめます、この番組。何でこんな気分にさせられるんだってなるよ。みんな一番笑ってるんですよ、うん、ね、全く笑ってないです、ね、頑張ってるじゃないですか。頑張ってる、頑張ってる、ね、笑ってもらおうと、笑ってもらおう、笑ってもらおう、笑ってもらおう、さっきから涙が止まらないぐらいで面白いです。あ、そうですか、はい、まあ、それで北海道を転々として、はい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 、でどっかでは落ち着くんですか。なんか巡査長、巡査部長って上がってきまして、うん、その巡査部長から警部補になるにはちょっと1個ハードルがあるんですよ。巡査部長ってあれですか、こち亀で大原さんですか。こち亀なんでなかったら分かんないですけど、もう全部が全部のこうボールがもうパッパッ、あの要は両津勘吉の上司だよね。そうですね、大原さんですよね。大原部長です、ね、部長です、 ですよね、巡査部長って、うん、巡査部長ですよ、はい、そうです。でそっからはそのほら今のスッとスッと流してこいついくんですよ。ちょっとこちら葛飾区、俺らの頑張り、大原部長のこちら葛飾区読んだことないの。ね、ま、同い年、あの短編では読みましたけど、うん、ジャンプも読んでます。いや、いいですよ、こち亀はこの際、うんうん、人の心が分かんねえのかって話なんで。あ、それは言える、それは言える。そうですね、ちょっと普段はすごく気にしてるつもりではいるんですけども、うん、こういう場になるとちょっと余裕がないですね。知らなくても知ってんてーでもうやればいいじゃん。ああそうっす、そうっすって今言えばよかった。ああそういう技もあるんですね。そうですよ、俺らが嘘はつきたくないですよね。まあそうですよね。まずこち亀で言うと、はい、大原さん、大原部長みたいな感じ。あの若い人だ。それ中川じゃない。ああそうだそうだそうだ、多分俺も読んで、あんま読んでないけど、もういいよ、もういいから。でハードルがあって、はい、それで、でそこでちょっとつまずいて、はい、帯広っていう地域に8年ぐらいいました。あ、だから小学校5年生から高3までですね。へ、ちょうど思春期をそこで迎えて帯広で、はい、でそれで卒業したみたいな感じです、うん、はい、って言うと、あの親御さんが警察官ってことはお前もっていう話にはなんなかったんですか。はい、なりました、なりました。警察の試験受けました。受けたんですか。はい、それはいくつの時ですか。高校卒業して、で大学受験失敗して、うん、その後、警察試験受けましたね。それでどうなった。あの色覚検査で落ちました。ああ、はい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 、私あの目のね、はい、あの検査 10問ぐらい出たら1問しか分かんないので、うん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 、あれで落ちちゃいましたね、うん、何が見づらいですか。あの中に書いてある数字が1個しか読めない、なんか丸みたいな、はい、ピャ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 みたいなやつ、はいはいはい、1個しか数字読めなくて、でも1個読める数字は読めちゃいけない数字なんですよね。へえ、そういうのがあるんですよ。そうなんだ、そうなんだ。まあ、結果全問不正解で落ちちゃいました。だけどあのサングラスをかけると全部見えるんですよ。嘘、人の心まで見えるよ、ね、見えないですよ、ま、マジでそのサングラス。そんなことあるわけないです。奥さんのなんかもう目じゃないです。目じゃない、でも今本当にそういうサングラスあるんですってね。人の心が見える。違う違う、あの投資すんの、色が分かるやつ。へえ、そうなんですか。こういう人でもその色がちゃんとはっきり分かるっていう。あのそうですそうですそうです。あのガリゾーさんすごいとこは、パスロの色押しができないんだ。ああ、はいはいはい、あ、そうなんですよ。しかも赤緑色盲っていう部類なので、うん、赤と緑って書くんですよ、うん、はいはいはい、はい、だから上野マンと一緒だ。あ、本当ですかね。コンチ 4X ってあの赤と緑でほぼ同じ図柄じゃないですか。グリーン、グリーン、あの猛獣王とか、はい、うん、赤と緑ある、うん、コンチ 4X ってどうやって狙ってたの。だからあの配列を覚えて、おお、すごっ、 7X7 は赤だからって言ってみたいなことをやってました。あの、はい、セグのはいはい、はい、パチンコ、はい、例えばねフルーツパッションっていう台があったんですけど、はい、赤が揃ったら確変、はい、緑だと、はい、通常チャンスみたいな感じで、はい、それ打ったことあります。ありますあります。それ上野さんがライターさんが、はい、赤か緑か分かんないから、はい、毎回ドキドキできたってずっと笑いながら言ってたんですけど、そんな感じ。まあ、そこまできつくはないんですけども、うん、
微妙な色の違いだったら分かんないですね。ファンキーセブンとか絶対分かんないです。ああそうですね、はい、そうですそうです、はい。でも生活には支障きたさない、まあ、信号ぐらいは分かるので、はいはいはい、運転免許も取れてますし、はいはいはい、まあ、それで、はい、なので、まあ、でも一応もっと細かく分かんなきゃいけないらしくて、うんうんうん、警察は落ちちゃいましたね。へえ。でそれが18の時ですか。18、19ですね、はい、19、はい、で警察官の道は諦めて、はい、どうするんですか。でそれの自営業をその会社辞めて調子こいて自分でやろうか、自分の会社でやろうかなって、はいはい、へえ。その時は良かったんですよね、うん、で、まあ、自分でやったら大失敗して500万ぐらい借金つけたのかな。へえ。ちょうど自営業をやって始めた頃にクランキーコンドルを覚えたんですよ。ああああ、でパチスロで返すかっつって、でそこからずっとパチスロですね。